どうも木原です。今日はねミモザの剪定をしていこうと思います。ちょうどね今お花が満開、今からっていう感じなんですけれども、剪定のご依頼を受けました。でかなりね大きくなってる状態なので、これをコンパクトに仕立ててほしいというご依頼なので、かなり切り詰めていこうと思います。ミモザはですね、あんまり切る機会っていうのが少ない樹木かもしれません。ただ、その切り方としては、どうやろうな、オリーブとかと似てるかもしれないですね。オリーブとかと似てるかな。ちょっとね、枝の伸び方がね、かなりね、よく茂る樹木と言っていいんですかね。今度、わかります?この徒長した枝がすごい、たくさん出る樹木なんですね。なので、切り詰め方っていうのがちょっとね、他の樹木と違うかもしれないです。なので、ちょっとね、切り方の、解説もしながらやっていこうと思います。で、今回のこのミモザに関して言うと、結構この枝枯れ、これしてるとことかもあるので、この辺とかもね、ちょっと落として、異合材の方とかを塗って作業していこうと思います。かなりね、立派なミモザですね。これわかりますか?この目通りの太さ。これぐらい大きいですね。かなり立派なミモザですね。なるべくね、ちょっと切り詰めるっていう作業はですね、やっぱり木にとってダメージがあるので、まあ、枯れないように、しっかり、適正なところで強剪定の方できればなっていうふうに思いますので、切っていこうと思います。じゃあよろしくお願いします。じゃあ切っていきます。よろしくお願いします。で、これまあ見てもらったらわかるんですけど、まあ、結構枯れてるね、枝がいっぱいあると思うんですよね。はい、だからまずこれを精査して、形をどういうふうに作っていくかっていうのを考えていこうかなと思います。はい、なので、枯れてる太いところとかを多分落とさないといけないんですね。はい、で、それをケンさんちょっとお願いしとこうかなと思います。で、その間に僕ね、上の方ね、ちょっと解説しながら、ちょっと話そうと思うんで、はい、この辺がね、多分、これも枯れちゃってると思うんですね。はい、こことかこことか、こんなんとかわかります?枯れてるのわかります?こういうのは枯れちゃってるんで、まあ、こんなんはちょっと落としておいてもらって、はい、胴吹きみたいなのも全部取っておいてもらっていいんで。うん。じゃちょっと僕上の方からやっていきますね。これ枝がしっかりしてるんでね、一旦木の上登ろうかなと思ってます。じゃあちょっと登りますね。こんなんとかね、こんなんとかも枯れちゃってるんでね、こんなんとかもさっき払っとこうかなって感じですね。あ、無理か。これ面白いですよね。これ枝は枯れてるんですけど、ほらまだ水吸ってますよね、微妙にね。これだ、虫入った跡あるね。これ虫が入ったんかな。うん。葉っぱ出てないからね、そのうち枯れるんですけどね。まあ、こういうの良くないんで。よいしょ。これな、ここ。そうか。これ悩むね。これは枝の選び方悩みますね。うわ。あ、結構枯れとるんやね。ここ。はあ、そうか。うん。今ちょっと上上がってみたんですけどね。枝枯れが結構すごいっすね。これね、形整えるのすごく難しいっすね。これ説明がすごい難しいな。まあ、とりあえずいらないところ、いつも通りね、いらないところからとりあえず精査していきましょうかね。うん。これね、ちょっとなぜ難しいかっていう説明の方をね、ちょっとしていこうと思うんですけど、まあね、こう、かなり太いところからね、枯れてるとこ結構多いんすね。なので、その形を整えるのがすごく難しいっていう判断を僕は難しいっていう風に思ったんですね。だからこれ枯れてる枝をちゃんと精査してから切らないと樹形がめっちゃ変になる可能性あるんですね。だからちょっと慎重に切っていきますね。まずね、これここ枯れてるんですね。これわかります?これ枯れてますね。でこれもこれはちょっとあれか、これも枯れとんか。もう一回見ようか。よいしょ。これも枯れちょうやろ。これも枯れちょうね。ほら。これも枯れちょるから、これと、これと、これはもう取ってまわなあかんもんね。ちょっとワンポイントね。ノコギリ。こういう太いのをノコギリで切らなあかんときとかは、手でこう引いたり押したりするんじゃなくて、こう、どういうことですかね。背中で
背中で引くような感じでこう歯をこうね引くとね、手をまっすぐして背中で引くような感じすると結構力も入って、よいしょ。で次ここね、これ太いの切るときとかも両手でね思い切ってこうやって引くときに力をしっかり入れる、よいしょ。このノコギリこうね背中でこう引っ張るようにして、これ太いのときはこう腕をねこう曲げたり縮めたり曲げたりするとね、あれの引っ張るときグッと力入れて両手で、よいしょ。体全身で筋トレで言ったら何やろ、デッドリフトみたいな感じかな。デッドリフトのイメージですると、すげえ背筋が鍛えられる感じしますね。別に腕でするのはあかんってわけじゃないけど、この方が力が入ってすぐ入れる、これでもいいんですよ。最後の方の仕上げの時とかこうやった方が、およっ、よいしょ。太いとこ2箇所終わったな。よし、ちょっとこれ一回外から見ようかな。わ、これ整えのむずいな。どうしようか。これ下の方の枝もちょっともう終わらせとこうか。よいしょ。ほんまね、上からするんですけどね、これ形がちょっといびつやからね、変則的にちょっと切りますね、はい、こっちの方もちょっともうこれはね、結構ね難易度高いね。そのわかります、その形がその複雑でしょ、その残ってて欲しいところにの、種木のところが、はい、なんて言ったら枯れてるから、はい、形をどこで合わせるか分かりにくいですよね、これ多分、はい、もう多分迷子すぐなっちゃうパターンですね、これは、はい、これはね、もうほんまね形のイメージを作りながらやらなあかんからかなりむずいっすね。結構弱ってんねこれね、ほら貝殻も、貝殻もついてるでしょ、はい、これこの辺ぐらいにしとこうか。バチボコむずいなこれ。とりあえずまあでも一回上でちょっとパッと僕合わせれそうな枝だけちょっと合わせてから後で決めますわ。ちょっとすかな、ちょっとわからへんかな。うん、じゃあこういう時はいつも言ってるように、切っちゃったら戻せない、僕よく言うと思うんですけど、切っちゃったらね戻せないので、一旦ね、形いびつでもいいから枝合わせ僕していこうと思います。でね、まあ、切り方なんですけど、ちょっと切り方を説明できるような場所がちょっとまだないね。うん、こういうねのが一番ちょっと腕の見せどころかもしれないですね。こういうタイプの、どういったんですかね、ちょっとどうしても形が変則的な樹木に関しては腕の見せどころかもしれないですね。こういう時ね、すごい。まあ、こことかも、まあ、ここは一個下げようか。うん。ね、こことかもほんまここで合わせたいんですけどね。せやけど、こっちがないから、こっちがないからね、もうここは切っといた方が僕はいいって判断ですね。よし、だから僕はここで切ろうかなっていうふうに思って。ここもだいぶ太いところで行くんですけどね。うん、前の方がもう枝がね低いとこがないでしょ、低いとこというか高いとこないでしょ、そここの辺ないでしょ、だからこれもせやから、こことかはもう一回ちょっと高さ、ここはもうここで合わせてみようかな、行ってまあちょっと形をそのしこれ外に掘るわ、はい、よし、これだいぶすっきりしたね。うん、でこれもここもほらこれも弱いでしょ、これも弱いから、もうこれも戻そうか。よし。うん。うん、確認自分でちょっとしてくださいね。僕見てないよ。うん。はい。うん。よし。よし。よし。ほんで、まあ、ミモザの切り方っすね。まあ、この辺だったらちょっと分かりよい。大丈夫ですか？いけました？うん。この辺だったらちょっと分かりよいかな。うん。これ分かります？これ、枝先結構ね、外にブーっと伸びてるんですね。なので、この場合で言ったら、まあ、どう言ったらやな。中途切りみたいなイメージかな。まあ、これ中途切りじゃないんですよ。これ、分かります？これ、新芽出てる状態ですよね。
中途切りじゃないんやけど結構枝詰めするみたいな感じ。ほら、わかります？ここね、これね。で、ちょっと結構弱い、枯れ枝が多いところやったんで、弱い樹木なんで、ほんまやったらもっとね、綺麗に分けたらいいんですけど、まあこれぐらいの自然な感じでちょっと残しとこうかなって僕は思ったんで、これで残しました。で、ここの下ね、これこことかもう、どういったんですか、これ下で合いましたよね、ちょっとここ上と合いますよね、なんとなく。なので大きさこれぐらいにして、ここはこれね、ちょっともう花とか取っちゃおうかな、こんな感じで。まあ、これ中途切りっぽく見えるけど中途切りじゃないですよ、これここの面のとこ残してるからね。うん、こういう風にして枝詰めしました。で、今ここ完成ね。ここは。これは完成です。ここ変則っすよね。せやけど、樹勢が弱いから僕はこことここは残してるんですね。葉っぱが少なくなっちゃうと弱っちゃうんで、さらに。だから僕はこれはこれが僕の中ではベストかなって思いますね。うん。本来やったら僕、多分ここか。こっち切るんすよ。でも、葉っぱちょっとたくさん残したいっていう意向があるからこう残しました。ここも自体もね、ちょっともしかすると落としちゃうかもしれないですけどね、ちょっと高さが合わないから。うん、やけどとりあえずここで一回止めますね。で、次の段階行きましょうか。ほな、次もうこの辺とかは、これは外から、こっちはやめようか、こっちの内側見ようか。まあ、ミモザはそうっすね、ミモザの難しさ、そのどういったんですかね、なんで僕がオリーブと近いかって言ったら、こう枝がね、結構規定列に伸びるんすね、あっちゃこっちゃにランダムに伸びるんすね。なので、その枝のこの精査がしにくいんですね。こう、わかりますか、こうなんか枝の選ぶ難しそうな感じしません？こういっぱい出てきてるから、これね、まあ要は難しいんですね。なので、ちょっと難しいかもしれないですね。うん、やっぱね、枝の運びがね、こうある程度規則性があるやつとか分かりやすいんですけどね、これ規則性、あんまり規則性感じなくないですか、この。あ、そうですね、はい、あの歌詞とか、あ、はいはい、ただに比べたらなんかいっぱいいろんなとこに伸びてるなーっていう感じしますね。歌詞もね、主性が強いやつはね、こんな伸び方もするんですけど、でもそれでも多分全然違うと思うんですね。で、枝が細くまっすぐ遠くに伸びる枝が結構多いから、ちょっとね、これね、分かりにくいと思うんですよね。どこ切っていいか分からへんでしょ。うん、難しいですよね。せやから、まあだから、こうどう言ったんですか、まあ、今回言ったら多分ケンさんはね、この樹木はすごく難しいと思うんですよね。見た、うん、どこ切っていいか多分分からへんと思うんですよね、はい、で、僕がどんどん切っていったら、その切っていった枝は分かりますよね、はい、あ、こんな感じで仕上がっていくんやっていう、そのイメージをね、やっぱ繰り返しね、覚えていくっていう感じですかね。うん、それをしていったら、はい、分かるようになってくると思うんで、で、まあ僕やったらもう、まあこの辺かな。うん、こんな感じかな。これ普段やったらこんな切り方じゃないけど、もうこれはもう、まあ今回のベストですね。まあここの高さに今合わしました。ね。今回のベストはこの辺かなと思って僕は切ったんですね。うん。で、これね。よいしょ。で、こことかも結構いい枝じゃない、いい枝な感じするでしょ、はい、まあ運び的にね、これちょっとここからじゃ見えへんかな、うん、まあまあここの感じやね。ちょっとここはかなり変則的やから、ちょっとね、これもね、2、3年入らせてもらったら、ね、全然変わるんですけどね。よいしょ。で、次、今度ここ行こうかな。よいしょ。今度ここしようかな。これちょっともう、あー、これもな、取りたないな、これ多分。でも取ろうか、もうすっきりやから、もう取っちゃおう。うん、で、次、今度こっちね、ここ見えるかな、もしあれだったら脚立動かして見てもらってね。あ、いけます、ここ見えます、はい、で、こっちの高さに僕合わせようと思うんですね、はい、んで、もうここはまあもうここと一緒っすね。うん、もう変則的に伸びてる枝がいっぱいあるから、まあちょっと葉っぱを多めに残すような感じで、まあこれ中途切りに見えるじゃないですか。でも微妙に、こう、わかります？いつもと一緒、目で切ってるんですよ。ここ、わかります？ここは中途じゃないでしょ。あ、うん、はいはい、ここからまたこういう枝が伸びてくるんですね、はい、だから、これは中途切りではないっていうのをちょっとなんとなく頭入れておいて、はい、で、今度これはこれね、ちょっと枝が大丈夫かな、よいしょ、よいしょ。で、ここね、なるべくね、お花はね、取っときたいんですよね。もう花柄もこれね、すごい今綺麗じゃないですか、咲いててすごい黄色が映えるというか、うん、
やけど、これもうね、めっちゃね、もうすごい、もう花柄がすごくなるんで、だからもうできるだけお花ちょっと少なくなるような感じで、もう切り詰めていってる感じですね。うん。で、今これ完成かな。ここもこれぐらいでいいかな。ちょっと多い感じするでしょ、いつもの僕の切り方からしたら。あ、そうですね。うん。まあ気が弱いんでね。うん。まあこれはこれ、はい、この、これでベストかな。まあ次今度、下の外側これやっていきますね。うん。多分見てはる人はね、多分いつもと感じ違うと思うの分かると思いますね。あの、なんて言ったらいいんかな。いつもはね、こう僕が、どういったんですかね、慣れ親しんだお客さんのところの剪定ばっかり見てるんで、多分ね、あの、分かりよいと思うんですね。でも今回僕ね、これね、あの、初見で入らせてもらうんですね。なので、僕の切り方じゃないから、あの、感じが多分違うと思うんですね。なのでこれはちょっとね、あの、どこから切っていくんやろっていうような感じがするかもしれないですね。うん。じゃあちょっとカメラに枝が当たっちゃってていいよね、こう。じゃあちょっとこの辺していきましょうか。よし、はい。ケンさん下から見える？見えてます。うん。ならここね、ちょっとやっていきましょうか。ここちょっとある程度今精査したいんだけどね。まあもう、なんか必要やなって思う枝を残して、中途切り。これとかね、ほら、これね、やっぱほら、枝の先の重みで垂れてくるんですね。だから、もう僕やったら、まあこの辺ぐらい切った。これ見ててください。枝が起きるんでね、こう、この辺切ったの。ぴょこんってこう、枝が立つというか、ね、枝が立った感じしますよね。うん。なので、こうミモザはね、枝先が重たくなってね、寝ちゃうんですよね。だから結構変則的な動きするのもあるかもしれないですね。うん。で、今ちょっとこの辺、整理しましたね。で、この辺も切ろうかな。うん。よいしょ。こう。ね。あら、ここかな、今度。今度これかな。ここね。あ、すごい。ここね。これ悩むな。これね、今ここ整理したけど、もうここ取っちゃおうか。ちょっと多いな。ここ取ろうか。よし、ここいらないかな。ほら、あんま変わらへんでしょ。はい、うん。で、今度これかな。ここ、この辺で切ろうかな。よいしょ。まあ、これも一緒っすね。もう、あとはもう、枝を残した時にこう自然な感じになるかは、もうこれもう主観やから、もうこれはもう磨いていくしかないっすね。うん。これぐらいで終わらしとこうかな、ここは。よし。うん。で、ここね。こことか。はい、こことかはもう、なんか、切らんでも良さそうな感じしません？ああ、はい。ね、もう嫌やな、この貝殻が嫌やな、これ。これね、虫ついてね。すすついてね。うん。ちょっと弱っちゃいやすいよね。うん。で、まあ、ここはもうこのままで僕はいいかな。ここはもう切らない。うん。このままでも綺麗かなって思うから。うん。ね。じゃあ次、今度。この辺かな。うん。ちょっと俺のカメラがちゃんと映ってるかな。この辺かな。僕は首上げながらやったらいける。この辺とか、ああ、いいっすよ、全然。この辺とかを切ろうかな。ここ、取ります。はい。よいしょ。うん。うん。よいしょ。うん。はい。で、今度ここ伸びてますよね。で、この辺も、これもいらんかな。ちょっと下から生えてる枝、ちょっと取っちゃおうかな。この辺やったら映るんかな、ちょっとね。よいしょ。うん。OK。はぁ。この辺かな。うん。まあ、こんな感じでいいかな、これは。よし。よし。あ、ここちょっと重たいな。なんか、重たいっていう表現がちょっと難しいけど、なんか、ケンさんは多分僕よく言うから分かるよね。あ、分かります。はい。なんかこう。あ、はい、あの、すっきりしてないというか、なんかバランス悪いなっていうか、なんかどういったんですか、いったんかなみたいな感じの状態の時、重たいとかで僕は言いますね。うん、なんか重たい感じがしたから、ちょっと枝まびいたりとかね、はい、じゃあ後ででもできるからね、まあ、この辺ぐらいで、ちょっとこれは、これ大丈夫か、これ、この辺ぐらいで押さえとこうかな、よし、うん、この辺はこう、わかります、なんか、はい、こう。なんか整った感じしますよね。整った感じしますよね、はい、でこれ整ったんですけど、前とあの後ろこう、はい、木の枝のバランスが悪いから、はい、だから今は僕はこれでここまで切って何を思ってるかって言ったら、前と下段々にしようかなって思ってるんですよ。
はい、わかります。あ、わかりました。こっちあって、こっちはこう。はいはい。うん、そういう切り方に変えていこうかなって思ってます。うん。多分それがね、多分この、あの今の樹形で言ったらベストかなと思うんで、はい、だから変則的な木の切り方ですね。はい、大体いつも左右対称、まあ、平均的、比較的その左右対称の方が多いじゃないですか。だからこれはちょっと変則的な枝の運びをしようかなと今思ってますね。うん。よいしょ。よし。で、これね、今度ここね。今度ここは家側。はい、家側の方をね、もうちょっとね、すっきり、はい、あの、家に当たってるのはちょっと気にされてたんで、はい、あの、家側の方をね、すっきり切っていこうと思います。でもすっきり、もうこっちはね、わかります。さっきと違って樹勢が強い感じしますよね。そうですね。なので、ここは結構ね、僕しっかり切ろうかなと思ってますね、今。どこで切ろうか。これいらんか。これいらないね。で、これもね、はい、ここもね、ここも、普通やったら、多分ここで揃えるんちゃいますか、皆さんの方で。はい、もう僕ここで切ろう。もう家の方邪魔やから。もうここもいらんかな。おお、だいぶすっきり。ちょっとびっくりするぐらい切ったよね。そうね。うん。で、僕はこれぐらい切りました。で、今度、ケンさんやったら、どこから揃えていこうと思います？うん。次に、やっぱりこの辺とか思いますよね。もう僕ね、もう切るとこ決まってるんですよ。で、これね、多分ね、あの、びっくりするとこ切ります。僕がやったらここ切る。それをですね。うん。ああ、なんとなく。ああ、わかります。ここの下に2本枝が出てるんですね。すね、はい、ちょっとわかるか。わかります。ちょっとわかります。うん。出てるから、もうここで僕は落とそうと思いますね。あ、はい。うん。まあ、ここの判断は難しいんですけどね、はい。うん。僕はもうこっち側ね、これ切ろうと思います。かなり強剪定ですね。これはね、あの、ちょっともうちょっと経験積んでからかな。はい、あの、難しいから。うん、はい。で、ここで切るんですけど、はい、ここでギリギリで切って枝割れちゃったら、ここ。腹球筋入ったりしやすくなるんですよね、はい、まあ要は腐りやすくなるんですよね、はい、あの枝が枯れちゃったりする可能性あるんで、はい、まあちょっと上目で切っといて、はい、で最後にここ落とす、わかります、枝の重みで割れたりするじゃないですか、 そうですね、あれを避けるためにね、ちょっとこの辺で、あ、はい、うん、これね、多分これね、多分ちょっと一回ちょっと静止画で撮った方が、これこんな感じかな、よし、なくなった時のイメージをちょっとここよいしょ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 、よいしょ、どうすか、ほら、こう見たらいいかな、あ、ちょっとここも切ろうか、ここ途中での途中のその、はい、まあこれが詰めるっていう表現かな、詰めるっていう切り方かもしれないですね、はい、ここも切っちゃって、ここはちょっと後でちゃんとカルスメイト塗りますね、全部終わってから、でカルスメイトね、やりながら塗る人とかもいるんですけど、僕はあんまりねおすすめしないです。こうやってね切ってる最中にホコリとかもあって、またカルスメイトの上にねついたりするんですよ、あの服にもついたりとか、さっき塗っといてまたここ来た時とかに服ついたりとかね、ちょっとまた後でもうちょっと綺麗に切りますね、うん、まあわかります、こう、はい、スキッとした感じするしまするわかります、そんなら、まあもうこことかももうそんなに手入れなくていいですよね、はい、こんだけ切っといたらね、よし、今度は反対側ちょっと見てみましょうか、うん、ほらこっちもほらね、ほらどうやろ、こうやったら見えるかな、うん、ね、わかります、これができるようになったら一人前ですね、うん、やっぱこれが難しいですね、この詰めて切る枝を、そのまあここはほんまにね、どういったんですかね、初年度入らせてもらうお庭とかやったら、これができるようになったらもう一人前ですね、うん、まあすごく難しいですね、これは躊躇しちゃうんですよね、やっぱ枯れたらどうしようとか、そうもやっぱ絶対思うと思うんですよ、まあ、僕はもう経験則で言ったらこれはもう全然これぐらいやった方がいいって判断ですね、こんな感じかな、うん、これ切り、どうですか、どんな感じですか、見違えた感じしません、そうですね、よっしゃ、うん、あんなね、ここから切ったのにね、うん、そうね、よいしょ、ほら、ここまとまりましたよね、うん、あっこがもう抜けてるのはね、もうしゃあないですよね、枯れてたからね、うん、せやけど、今これで言ったらベストっすね、で、家側の方、ほら、これ、家側の方ね、ここ開きましたよね、こんだけ開いたらね、はい、またね、伸びてきてもまあ多少はカバーできるかなって感じだね、うん、よいしょ、
この辺一回取ろうか。この辺取ろうかの判断はどうやってしてるのかっていうのもあるかな。まあまあこんな付け根のとこいらないですよね。だからまあ自分が切るときに見やすいように先もこんなん取っといてもいいかなっていう感じですかね。よし、なこれこの辺で落とそうかな。よし、オッケー、だいぶすっきりしてきたよ。よいしょ。でこれここね、これ高さここやからこの辺で合わせなあかんね。ね、これここで合わせようか。うん。でこのここはここはなんかバランス良さそうやから置いとこうかな。でこれここここで切ろうか。よいしょ。うん。うん。よいしょ。よいしょ。ここの枝とかがねやっぱ重たいから、僕やったらもうここで切ろうかな。こう、あ、これもうちょっと、もう一個下か。はい、このぐらいで切っとこうか。よしよし。でこの内に向いてる枝、これね、内に向いてる枝、これここが結構、あ、これもこれもまだ取らなか。よし、これで大体、おっと、下か、もう一個下で切ろうか。この辺ぐらいで切ろうか。よし、これもいらんか。これここにしようか。よし、この辺にしようか。うん。で外堀はこれでだいぶまだ出とんな。この辺でいいか。外堀はこんなもんかな。ちょっとこの辺で出るからまだ切るけど、で今度ここやね、こことかが、こことかがあれやね、こう内に枝が伸びてますよね。でここの真ん中抜けてるじゃないですか。だからここは残しときたいんですよね、ちょっと多少。だからうちに向いてるけど残しとく枝、うん、これはその基礎じゃちょっと分かりにくいですよね。これ分かります？これほんまやったらね、内向枝とか言うかな、こううちに向く枝やけど、これ残してなかったらここすっぽり開いちゃうから、まああえて残してるって感じなんですね。うん、だからこんなんもやっぱ大事なんですね。でここちょっと重たいな、ここ重たいから切ろうか。ここでいいか、これでいいかな。よいしょ。うん、でここが重たかったのか、これ重たいな、これ。よいしょ。うん、うん、でこれで後ろは完成やね、はい、でこれ前がせり出てますよね。これ横から見ようかな、横から見たらこれね、分かります、はい、なんか僕はもうここをここだけで作ろうかなって、はい、そう、うん、こことここは別も、あ、別も、うん、はい、株が分かれたみたいな感じで、こっちはこっち、はい、こっちで揃えました、はい、こっちはこっちで揃えますっていうような作りにしようと思います、はい、でそうなった時にこっちは高さ出ない方がいいと思うんですね。あ、はい、せやからこっちの半分ぐらいの高さでこう僕は揃えるようにしようかなっていうふうに今決めました、はい、これな、ほらここや、ここな、これこいつをどうしようかな、こいつやな、こいつ、よし、うん、これね、まあまあ広角っていうか定点で撮ってるやつで多分分かると思うから、まあもう僕の方ではここから切りますっていうのだけ説明したんだけど、もうこれ結構上の方伸びてるじゃないですか、はい、僕もここで切ろうと思いまして、ここ、あ、ここで、ここで、はい、遠くから一遍見といてもらっていいですか。多分ね全然雰囲気変わると思うんでね、うん、よし、こっちかな、こっちこっち、こっちから見てたら多分分かる。僕はね、もうね、ここで切ろうかなと思います。ここね。ここ。これは。これ映ってるのか、映るかな。多分 GoPro がね、多分隠れてると思うからな。よいしょ、よいしょ。どう？よし。よいしょ、はーい。よいしょ、うわ、この辺も止まっとんな、
よいしょ。よし、ふう、これでだいぶ印象変わったんちゃいます？うん、で、あとはもうこの辺を適度に揃えていくね。出っ張ってんのどこまで切るかな。この辺に行っとこうか。よいしょ。これもいらんか、こっちも、よいしょ。これどうや、印象変わりますよね。ぼさっとしてたんがね、この辺で上と下で分かれた感じしますよね、多分ね。ちょっと僕も下から見てないからあれやけど、まだ、多分そうなってるやろうなっていうのはもう分かりますね。で、あとはもうここをね、なりで揃えていったら、ならね、ケンさんもこの辺ちょっとしてみましょうか。僕ちょっと横ついておいて見てあげるから、もうある程度大枠はもう僕作ったから、もう、ここからはあんまりおかしくならないんで、よいしょ、まずはあの辺やなとか、絶対これはもう残しとっても良くならへんでっていうところからまず落としていってもらって、よいしょ、これも。もうここの株は任せ、ここのね、枝は任せましょうかね。そこだけやから、あとね、よいしょ。これはね、難しい。あのミモザはね、結構変則的に伸びるから、またね、次のね、翌年とかでもリカバリーできるんで、あんま気にせずね、思い切ってやってもらっていいっすよ。よいしょ、よいしょ。こんな感じですかね。すごく良くなってきましたね。いいっすね。バッチシン近いね。もう、で、欲をかけばだけちょっと言っとこうかな。よいしょ。映ってんのかな、映ってなくてもええわ。欲をかけば、これは切ろうとしてたから、まだできてないの分かってて、分かってるから、これは別に言わないですね。こことか分かります？これってね、残しててもいいんですけど、これ弱いの分かります？だから、もうこれやったらもう思い切って取ってもいいかな。そしたら、取っといたら違うところに樹勢、どうですか、栄養行きますよね。違うとこ強くなるんで、取っといてもいいかな。あれもう弱そうやったでしょ。あとはね、もういいかな。これでも、今年のベストって、ケンさんが思ったんやったら、これはもうここはこれで全然十分かなって感じしますね。あんま切りすぎても良くないから、これぐらい残してても僕はベストかなと思うんで、すごくね、いいと思いますね。で、上とのバランスもね、ちゃんと取れてるから、調和してるんでね、いいと思います。じゃあこれで仕上がりでいいかな。はい、ちょっとお客さん見てもらうようにしようかな。じゃあ切り終わりましたんで、あとは掃除して、また仕上がりのところ見てもらえたらと思います。ありがとうございます。じゃあ掃除していきます。